大家好，我是阿维兰奇的某 A， 这次给大家带来的是一款机甲弹幕类游戏 Astrobreed。 从度娘上看，本游戏是 Edelweiss 社团出品的同人游戏，曾在 C85 上参展，虽是一款同人游戏，但品质相当的高，只是序章就感动的让我流泪了。不多说了，开始游戏吧。我先从序章开始。天使は見えてねえだろうな。ヨーソロ、あんたとの腐れ縁が切れなくて残念だよ。社長、自分も無事ですけど、こんな調子じゃ時間の。なんだとこのピザ野郎、気持ちが負けてんだよ。よし、10秒以内に面白いこと言ってみろ。10、9、12時情報で爆発、衝撃波に備えて。今行く。
機体を乗って早く乗って。お前たちが動かしてるのか。高速ドライブ軌道に入ったわ。あと少し、あと少しで地球に着くから。すまん、お前たちのそばにいてやれなくて。ダメだ、父親だったやんな。何を言ってるのパパ。私たちはロイを呼んでくれ。ファイルムは切れるんだ。ファイルーンの機体です。反対しているように見えます。一機のみか。そのようです。まっすぐこちらに向かって。この信号は地球のものです。地球人が乗っています。なんだと。後方がダッシュしてきたとでも言うのか。地球軍の艦隊ファイルーンの新型試作機を持ち帰ったと丁重に迎える。君は何者かね。私はルーキス、ルーキスのフィオ。この戦争のパラダイムを書き換える者。看吧，这演出，听吧，这音乐，沁人心肺。
打个广告，如果大家是或身边的朋友是音乐制作人的话，务必联系我。一番感动的序章后，就结束今天的视频，我们下一章再见。